ストフォーでいったらまずは MDR 秘書の時代だったニューシマウタが2023年どこまで躍進を見せるか指名したのは決勝の相手でもある高槻の優金堂第57回ストリートファイター4ランキングという優勝者指名順位しかし優勝者ニューシマウタの指名は金堂フェロン1戦目イブキ VS フェロンやはり決勝を見てるとまあ地上戦の要は劣化場合でしょうねフェイロン側がリードして劣化の間合いで立ち回ることになるのでここをどう解決していくかですね、まずは1戦目劣化場合ニューシバウタが少しうまかったんですがここでワンコンボ取ったのニューシバウタから JLIT 詐欺投げは通せずさて金のここからもう一度ラインを上げ直しの地上戦劣化の前ですねこれ劣化の前だやはりニューシバウタかなり慎重に音を進めているように見える劣化を当てさせない、はい、この地上戦感覚お分かりいただけるでしょうかしかしそこでちょっと突進力のある EX 劣化を使うそんな形になってきたか体力リーダーニューシバウタ前変わるおっと、つながっていないこれはおいしい、ゴブってこうなるとストリートファイターも削りという技が生きてくれスパーク中段ヒットからコパンあっておっなんだこれ削って踏めない許さない許させやらーこれはさあ、フルキュースタイムが止まらないギリギリ止まらないもう素晴らしい一点を見せたがギリギリくらいが刺さってしまう第1ラウンドニューシマウタそうですねストリートファイター4はウルコン何点中もタイムカウンター進むので現実でタイムアップを狙ったんですがわずかに間に合わず残りカウント4でしたねこれ覚えておきましょう第2ラウンド最初の繋いよく目を取られたものの片目が通ってこれだバカやったいうげいリーダーニューシバウタながら僅差しゃがみダイバー踏み込んで地上戦地上戦ですよニューシバウタの地上戦は多分今日が一番うまいんでぜひぜひ見てる皆さんも参考にしていただきたいおっと今のは表がガードをさらに投げる裏投げの手続きがしない準備までペーロンは裏投げがセットプレーになるんで通常投げもバカにならないイケチ第3ラウンドそしてジャクジャクジャク中2割セビーノーマル投げを通して区内はセビーあの高さは隠れないとイケチ対策するスラーセンターからつなげているなんでもスタート使ったっぽいぞ体力リーダーしかしヒントは画面足のマウント前投げ画面足なんでうわーよくガードする特殊系ガード前おもちゃ通るもちろんジャク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 1かけまで11勝ち初戦を取ったら金メダル絡めたフレームを絡めた爆発力はペイロンが高いんで押し切っていった感じでしょうか2戦目キンドバニューシバウタ VS キンドまずはキンドの攻めを取って2戦目しかしガードキリングという考え方初めの目カウンターから2発目みたいな感じで派生していってカウンター劣化を繋がれる4ヒットこれはうまいリードヒットスラの前段波動は出なかったものダイビーが当たるダイヤシからクリアしない劣化に対しての間合いで先出しの中足を差し込む動きにはしゃがみダイパーが強いのかリード第3しゃがみ出しのダイパーが強いセミからロックゲそしてジャック中からのターゲット効果ハイダムキャンセル走りしよう俺の負けだ
조심하다. 第2ラウンド EX 金崎セミを使ってゲージを吐いたものの体力リーダー入れてしまう。裏を取ってスライダーポール。さて1回成功。これはリーチなのか。めくりガード、めくりガードしたら昇竜が当たる。 これだけでウラだけセットプレイは先週寄っている。いやピオリガードをバッチリ。ハンスタンスはもう出しません。ピオリが見えてる。あっこの攻めてね。今さすがといったところ。 ゲージを吐いてちゃんとピオリス。第7ラウンド。ダメだ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 。ダメ
これ。よう、かきましたな、今の。腹が起きてる一回は表。フライが取る。残ってない。ピオリまで。はあ、俺の負けだ。こういうルートもある。ちょっと待って。レッカってマイナス3ですよね。1段目。4。あ、4。じゃあ5番ビタで。ビタで書く。いや、どうなのかな。いちいち。いやー、開幕からハイレベルな戦いになっている。3戦目。いちいちからニューシマウト VS キンド。テンション上がるな、これ。レッカから始まる。VS キンド、亀梨。この画面足、金堂は逃したくない。ニューシバウタは何とかして押し返したい。ゼッカワーズ、さてエラが空いてるところにスカッシュエラ。21クナイは表、支援セビ投げ抜けるまでリーダー。ニューシバウタ、ここは真っ向地上戦の構えが。ゼッカワーズ返せてるのか。カウンターでるのかな。微妙エビダイビーガード。よしよしよし、強気のキンド2段目出し切り。打って入れ替える。っていう方法もあるのか。キンド追いかける。ニューシマさん下がる。画面足のつぶっかけに下がりたい。うわー、なんだこれ。マジかよ。ぶっ刺さる。第1ラウンド、キンド。第2ラウンド。さて、第2ラウンド。マジで、起き中継。起き詰めやなんとか回避する、キンド。前投げ、通して。OK、叩きに。やっぱりすごいね。ちょっとずつね、ガチになるとプレイヤーの範囲や目線の近づき具合が出てくるので、下のレベルになる。単純にレッカー範囲での立ち回りといったものにやっとなる。裏投げ通して、セグリガード、セミ抜ける。リードキッド、マイステで押し返すから、ここでイエスの人は、セグリまで。強い。連携に入るポイントらがちょっとずつ見えてくる。ガチの4戦目。さあちょっと試合数的にも中盤ですが、4戦目キンド先制から始まっている。11月4戦目ニューシマウタバッテリー。まずは初戦はニューシマウタ沖でヘッドラインを通して1めくりかな。さあ押していたが5番早い差し返
支援を持て。まあまあまあ、つながらないんで、5年毒、支援を持て。ただきに、許しません。イージーウィンは正解。と、これは割れずか、いけなかったが、ジャックスケー、数字は、間が割り込めるはずなんで、簡単に狙っていったが、出ず、ワイスラウンド、入手バウト。互いの目線をずらしながら、まさに日本はレッカ前なのか、もう一回上がる、ヒートを無理しない、当然地上戦が切ったり、先のものなんで、なかなか得ないと思っていたが、もみ合いになったところからセットプレーに逃げる、ヒノキの強み、とっておきだよ、踏み込んで、あー、ぴったり強み、これはちゃんと前進していた感じですね。どんだけたまるショッコなんで、こっちが正義にしたら寄るんだよみたいな、俺の負けだ。最後もきっちり裏からのワンコー、ニューシバウンダー取り返す2人。いやー、お互い勝ちに来てますね、ほんと。今日はゴムの折り返しとなっている。今日の11勝ち、ニューシバウンダーバースキッド。欲しいな、地上戦強い候補は5000名、ニューシバウンダーダンスからスキンド2位から、おい、攻撃深い、振らせて吹かす、出させて締める。さあ地上戦、劣化剣はやはり削りもあるんだよ、単純にガードすればいいというものでもないはず。ライの作り合い、慎重な慎重な、第1ラウンド初戦戦が中継。さて起きてるよ、ガード即支援、ヒントを押し返す、ヒント入手された。地上戦の見返りはダメージだけではなくて、息吹の場合はセットプレー、ヒントペイロの場合はライン上がってのダメージシーンというのが非常に大きな強みなんだが、2攻め同士でコントの支援はガード読んでガード、俺の負けだ。セオリーなんですけどね、めくりガード即昇竜というのはセオリーを読んでガードですね。第1ラウンド入手バウダー、第2ラウンド、ペイロンは地上戦で制した後置き攻めとかいうセットプレーはないんですが、第1ラウンドにやめる、セットプレーはうわークライアゴール、セビー、なんとかキントをここは耐える、体力にはニューシバウダー、まあそこで勝った時の見返りリターンというのはやはり攻撃の方がわずかに上なんでしょうか。グラつぶし、長い球打ち切って、さすがついに年間の画面は初手に入れた、中足コース、こっちの先取り、さあ、ゲーム入ったら、ちょっと残ってる、おいしい、削りに切ったと、ここでは、ライトばかりに、ミラサウルト、おい、ヒントを取り返す、いちいち、アマイを全く許さない、この2人、第3ラウンド。さらに中足、1B から首折り、EX だったんじゃないのないけど、下がトパ中からの首折りは、巻き込み、下先端から、ニューシバウンダー、体力リード、だが、中央に戻って、ジャンプジャンプ中から、ジャンプジャンプか、レッカー、金の押していく、セミも見せながら、少ない、ガード、ダメ足、セミが倒した。体力逆転、うらないセットプレー、マエステ、つまらない、受け、さあ、このレッカー、キッドを取り返す、いやー、キッドから折り返しになっている、3人、うわー、熱い、3人です、キッド VS ゲームハウス。先に星を取るのはキンドーベイロー、ニュースバウンダーが押し返してといったここまでの5ゲーム、
さてここで6試合目、真ん中の6試合目、ウルシマウスバーのピークは2、3、ヒントガス先打ち、おっと、クナイガサネが甘かった、めくり中ってリードはヒントフェロ、おいスレッカー、これに中継を返していくのはやはりウルシマウスのうまさ、ジャクジャクの間にもコパンを挟む中ミタク、体力逆転、しかし再三今日はパワープレイを見せているヒント、逆転の力が非常に強い、返して投げ、くらいここはガード、ヒントプレッシャーをかける、ヒントを使いながら、ヒントでだ、コパンを置いて、ヒントを食べ、今日は再三75% ない EX カザキを見せてるウルシマウザ、 EX カザキに第1ラウンドウルシマウザ、ヒントーフェイロンのね、今までの試合逆転勝ちが1試合あったので、体力リードした後の下がって様子見という瞬間が多分最もヒリヒリで、当たっていた立て上げから左足リガード、ここは支援で降りてくる、落としながら支援ガード投げ抜ける、だが変化に大事、コパ10からの立て上げ難しげな、ゲッツこれはまだ見終わらない、少ないガード投げ抜ける、リーマニューシバーとしかし裏投げ、裏表ガード、裏表投げ、もう足もう足ピオラス、ハイピーワンツーサイクリガード、うんと1ラウンド取り返す、1-1アイスラウンド、逆転ファイザーキッドなのか、本当にここまでも気が抜けない、くっさない中断スタート、シェイタイム次に対してレッカーシェイガードさらに歩いて投げ、おーっしゃがみくらい当たって仕込みで追いかける、レッカツコパここで中継グラッツの力攻めで耐える、体力じゃヒント、レッカーで逃げぶさ、逃げぶさ、ヒント4人そんなです、後半戦逃げぶさからの後半戦、ニーヨンです、ニューシマウトマンのヒント、ヒントが2本リードしての後半戦7試合目、まだやはり主要の地上戦で、だがここはトビが被ると、ラインを上げていくヒント、ただしセミ入れ替える、お足のお釣り合いが痛かったものの画面足は脱出、だが大丈夫にいたヒント、ペロどうするかな、センターじゃないんでセミ選択肢が怖い、前投げから表変身、ゲージを吐いて実力を取る、トビフォーカーセミバック、ヒントリスク回避、大力リーダーヒントフェロ大ピン、セミバックで起き止め、クライガーサンダル、これを知らんでヒントフェロクラハー頑張って起きて、なんて削りが強い、大事なんだフェロヒント、大事なんだ、よく投げ抜ける、さて劣化で先制はキッドフェイロン、相当地上戦が厳しい、画面足の展開くらいは甘えさせないが、ちょっと劣化が出なかったか、フェイロン使い的にはよくある、くらいが噛み合って大気が通る、画面足ここはマウントを選択、ジャクジャク前投げ、ハガキリ投げ抜ける、リーダーキッド中ビリから
바로 가로 꼽아. 어디? 이야, 쎄. 우리 일단 나왔었다, 너 이제. 조금 ブレてしまうような気もしますが。 고니! 한계부사! 俺らの リード! 8000点! まずはセビカウンターから 2秒のビクリがゴールが ここでスタート位置を見せ そしてゴール! 左足! ネックから 左足! 1,2,3! 左足! ここからがフェイロ! スパイジャンプ! これがレッカーに付き合って通せ第1ラウンド入手しようか第2ラウンド難しいここは抜けたもののセビバックにダイヤルトしてクライドを決めて 表からガードもはもは投げを通してキッドの画面足表から顔打ちのガードスラッシュ大気ガードと言わざるを得ないこれも負けだ食らった時は表向いてたからめくりかニュースあの1ゲームで勝ち越しが決まるが ニューシマウタ追撃をかけるゴーサンカの9戦目ニューシマウタバザツキッキッドバザツニューシマウタ1と5ニューシマウタ3の9戦目顔も気深いまだライン上がっているキッドセビが潰れてめっちゃゲット セットプレーここはセビするしトラックライが寄りえ台足にセビが合わさってしまうとああなるわけですねこれがスタートにコバーと言いよっか第1ラウンド2スタウンド普通に考えたらつむじまでなんですがスタートコバー強いかって攻めプラス半分を削る第2ラウンド ごまかしに行くちゃんと弱点中からの踏み込み1回成功表で鍵裏通しながらノーガルヒット投げ破れ表裸に使う鍵を通して鍵を通せこれはお願いしてみたが許されないまあ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 2ゲーム差を使ってちょっと甘いに行ったが ここは通さず54 3ゲーム差を1ゲーム差に決めよったニューシマウタもうキッドはこれ以上詰め寄らせたくない10戦目ニューシマウタのキッド4個キッドが1ゲームリードラストはガッシュフラ入れ込み壊してですねダメ 1回目投げ抜ける入れ替わる一番最初に投げ通ると思ったら投げは抜ける投げ破れ投げ投げて攻撃投げ最後落ち着いている俺の負けだ 第1ラウンド、ニューシマウタ画面端にリードからもないと思わせてそれを抜けたと思う人もすごいがニューシマウタしのいだ第2ラウンド。まだもちろん地上戦から始まるこのゲーム中継レッカーに差し替えず中継リターンが半端ない火星はフレームが違うはず体力リーダーニューシマウタからだがヒントがないわけながら ここは無理セビガード前投げさて、亀梨が見える戻って対空して
ダメ足やってみから。まあ、相打ち2発目耐えた。前すら壊し股間届かず後部体力後部投げ抜ける。ジャブ系から一生歩きで投げは触ってる。おお中継ガッツして手見前投げが意外しゃがみ大パンチ。これが強いリーダーキンド。セミは前へゲージがあるんで支援投げ抜ける中継おやっとしまった。さあセットプレイ投げだ。さあ負け負け攻防俺の負けだ。飛びかと思ったら6中継反応素晴らしかったもののパワープレイが非常に大きく3ゲーム差を挙げたがここで5号まで最終戦ニューシマウンターキンド第57回ストリートファイターとランキングバトル優勝者指名勝ち優勝者ニューシマウンター VS 指名者キンド5号実践目イブキ VS ペイロワイカ確認できたらとは全てのプレイヤーが思うでしょう。想像がなく確認できません。結果は掴み足セミ走りは逃さない。シュースはこれはセンターではない自動ヒットではない。セミ通ってる。さて強いセミを入れて西島が脱出プラスデッドプレイだがちょっと浅めだった。ジェイジャッケヒントしかしここはこすらない。立ち回り画面中央に戻れ。失敗する。体力リーダーヒントフェロさらに画面足のマウント抜けた。リードは2点ヒント投げ抜ける。画面中央でっかいエッグ。今は攻めてしまったがベッドがそこに死んでくる。第1ラウンドキンドフェロン第2ラウンドスタンダーズ打ち切った。これがこのプレイヤーの強さだ。ただ投げ抜ける。ダメ足マウントスラッシュ投げ抜ける中継セビこれはカウンターしないが裏投げのセットプレーめくりガード前投げまた試したぜ。さばきで打つリードキンド。これは一瞬で終わりかねないこの状況。やっと目中断かを確信も暗い陣形に相手リーチ暗いガードセビガードセビガード暗いさばきしますロッチューもいないここは深く壊しても深いだけでもなく目中継いちいち前回一発のみコマンドミス。さすがに緊張は極限まで来ている。デビに旅立つぞデクリアボール飛び降りでリーチうわーっとボールコマンドミリーダーニューシマウダー土台上げのホイッシュベックからベッカキーのラインを上げる200目ラインを返す攻撃に少ない200目ガードしていた。支援からダメージをマウントジャッケーコバさらにないプレイガードで勝ったのはニューシマウダー俺の負けだ。6号3ゲーム差跳ね返していったというわけで今日の11勝ちは